プラダを着た悪魔、プラダを着た悪魔、ザ・デビル・ウェアーズ・プラダは2003年4月に刊行されたローレン・ワイズバーガーによるアメリカ合衆国の小説作品及び2006年に公開されたアメリカ映画。ジャーナリスト志望の主人公が悪魔のような最悪の上司の下で前向きに頑張る姿を描いた物語である。主人公の姿が同世代の女性から指示を受け、ベストセラーとなった。 27カ国語に翻訳されており、日本語訳は早川書房より発行されている。著者のワイズバーガー自身も主人公と同様、防具で編集長アシスタントをしていた経歴を持つ。この作品は彼女の実体験が元となっているとされ、同志のカリスマ編集長アナウィンターが作中に登場する編集長のモデルであるという噂がある。実際に、 ファッション界でのアナの君臨ぶりは、鬼編集長として、噂になるほどである。だが、著者はその噂を否定している。また、編集長の移動手段は運転室きリムジン、アシスタント数名を従え、おしゃれな個室を執務室に持つなど、日本のファッション雑誌の編集長では、考えられないような待遇も描かれている。映画版は編集長、ミランダ役に、 アカデミー賞女優のメディルストリープ、主人公、アンドレア役には、プリティプリンセスシリーズのアンハサウェイが配役され、2006年6月30日より、全米で、拡大公開された。原作のテイストを踏まえた、愉快な作品に仕上がっている。興業収入は1億2000万ドルを超えたヒット作となっている。映画版の大ヒットを受け、20世紀。 フォックスのテレビスタジオが原作のテレビシリーズ化権を獲得。30分のテレビシリーズとして制作し、もし実現すれば2007年より放送される予定であるという。日本の出版社により、大学英語での教科書としても採用されている。2013年には続編にあたる、リベンジウェアーズ・プラダ、ザ・デビル・リターンズが発刊された。名門、ブラウン大学、映画版では、 ノースウェスタン大学を卒業し、ジャーナリストを目指すために、田舎からニューヨークへとやってきたアンドレア・サックスは、幸運にも何百万の女性の憧れとする、仕事、ファッション雑誌、ランウェイの編集部へと就職した。しかもその編集長で、ファッション業界に対し絶大な影響力を誇る、ミランダ・プリーストリーのアシスタント職である。だが、ミランダは、 自分の身の回りの世話をアシスタントに押し付けるなどの応募を発揮する最悪の上司であり、今までに何人もがこの仕事を辞めていたのであった。ファッションには何の興味もなかった彼女であるが、本来の目的である文芸誌での仕事への足がかりとして、彼女の悪魔のような要求に耐えていく。2006年公開。監督は、セックス座敷や、ザシティア バンド・オブ・ブラザーズなどの HBO 作品で演出を務めたデビット・フランケル。衣装もセックスザ・シティのパトリシア・フィールドが手掛け、俳優たちの着ているプラダなどの衣装も話題となった。撮影は2005年の10月から12月にかけてニューヨークやパリで行われた。週末3日間の興行収入は2753万7244ドルで第2位。 同日公開作のスーパーマン・リターンズに次ぐ記録である。ちなみにこの映画の上映関数はその半分であった。メリル・ストリープの演技は批評家から絶賛を受け、自身14回目となるアカデミー賞候補となる。第63回ベネツィア国際映画祭や第19回東京国際映画祭で特別招待作品として上映されている。日本では全米公開より、 約5ヶ月遅れての公開となる。日本版の宣伝ポスターの一つには、モデルの押し切り萌えの足をあしらったものを使っている。プロモーションには、出演者だけでなく、衣装担当として高い評価を受けたパトリシア・フィールドも来日。映画のプロモーションで、衣装担当者が来日するのは稀である。ワイスバーガーの小説の筋書きの基礎は、元のままだが、細かいところに、 多数の変更が行われた。映画の脚本家、アライン・ブロッシュ・マッケンナが、物語の最後の方で小説と全く違う木を作ったので多くの登場人物に変更が必要となった。小説ではクライマックスでアンドレアは、ミランダと対決せざるを得なくなる。ニューヨークから戻り、リリーが自動車事故に巻き込まれ、渾水状態になった時のことである。 アンドレアの友達と家族が電話で立ち上がるよう、後押しをする。ランウェイの編集長からミランダを下ろそうという陰謀に関係する話はすべて映画用に作成されたもので、ある。アンドレアがミランダに決別するとき、人前で、ファック・ユー・ミランダ、ファック・ユーとノノシるが、映画では単に噴水のそばに携帯電話を投げ込む、だけである。クライマックスのために、 それまでの細かいところが変更されたり加えられたりした。エライアス・クラーク社の社長アアブ・ラビッツは映画では非常に重要な役割を担っている。チャリティーパーティーで具合の悪いエミリーが口ごもった際、アンドレアがうまくフォローしたシーンが追加されている。エミリーがパリに行けなくなったのは小説では短角急増多症のせいである。モラルの板挟みからアンドレアを抜け出させるため、 マッケンナとフランケルはエミリーに代わって、彼女に同社事故を受け入れさせようと決心する。これで彼女の共感が減ったように観客の目に映る。その5小説のアンドレアは残った服を中古屋に三万八千ドルで売り、今後の小説家生活の蓄えにする。彼女は結局、セブンティーンで短編小説を売り出した時から出版に戻るが、その際エライアス・クラーク社のところに帰って、 他の会社の雑誌ザバズでのフリーランスのポストについて話し合う。映画では主な登場人物は全員小説から少なくともいくらか変更されている。アンドレアは小説ではブラウン大学卒業であったが映画ではノースウェスタン大学卒業の設定に変更されている。またコネチカット州出身でなくオハイオ州出身になっている。映画で 彼女の仕事の要望はニューヨーカーで新聞報道を書くことである。小説ではエミリーはアンドレアにもっと優しく同じくらいミランダを恐れている。たまにをする。ネートは小説でアレックスという名前であり、ブロンクスのティフォ法アメリカで料理を教えているのではなく小学校の教師をしている。小説ではアンドレアと一緒に住んではいない。最も大きく変更された人物は リリーである。小説での彼女の役割はもっと大きく、彼女とアンドレアは8年生、日本での中2からの親友で同じ大学に行っていた。職業はギャラリー経営ではなく小説ではコロンビア大学の大学院生でロシア文学を専攻している。勉強のストレスからバーで男砂取りをするようになり、因子問題を起こす。その結果交通事故を起こし、 アンドレアとミランダのクライマックスの対決につながる。アンドレア、アレックス、ネイト、ミランダは皆ユダヤ系であるが、映画に登場人物の民族性の記述はない。メインでない登場人物の中で、ジェームス・ホルトとジャクリーン・ファレが映画では目立っている。二人は映画オリジナルのキャラクターで小説には登場しない。またランウェイには、ゲイの社員数人がナイジェル・カズトにまとめられている。 彼は小説のアンドレ・レオンタリーとだいぶ違っている。ミランダのベビーシッター、カラとエリアス・クラークの警備員は映画未登場である。クリスチャンだけが映画と小説で同じである。名前は同様に変えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。